ここ一瞬のピットバタで警戒でありましたが、3号艇の寺本、本レースどうでしょう、2号進入でしょうか。インは村田、すぐ外より前方には3号艇寺本、その外には2号艇の西村が続くコースに、ボートレース所目が舞台です。オラルセントレア解説6周年記念競争シリーズ4日目終盤勝負の順位調整を迎えております。1つ目の対戦カード第10レースの争いです。出揃った6名のコースに固まってホーム側へと移すところであります。インコースには高額版村田が、そしてそのすぐ前方側を流して3号艇の寺本が、奥を続くのが2号艇の西村。2日目メインのドリーム組3名が打ち分けてありますが、2コース進入寺本、3コースが西村となりそう。インを取りました。1号艇の村田修司、フラーシリズム立て直しには成功しております。人気を集めてイン線、2コースが寺本、そして今引っ張っていきました。2号艇の西村が本番は3コースの角、行き足警戒です。勝負どころはスタートの切れももちろんでありますが、引っ張っての3角、4コース4号艇の勝木が引いて、5コース6コースは下り中渡りに坂本、2対4と分かれたポジション第10レース。インコースから1番3番2番4番5番6番です。第10レース今スタートしました。2コース3コース3号艇2号艇コースタート、インコースも踏ん張って1号艇村田が行く、2コースから3号艇の寺本は差し込め、外を攻める2号艇の西村、1号艇2号艇競り合った、空いた懐3号艇4号艇中枠両者が入ったが、アウトサイド踏ん張って1号艇の村田、インコースから来た4号艇勝木、外へ振って3号艇寺本、一周にマークの線形です。スタートは正常でした。バック直線インコースから一定身先行した4号艇の勝木が2マークをトップターン、内をめがけて1号艇の村高旋回ホースエッジ入った、アウトサイド少々膨らむ4号艇、インを捉える1号艇並んだぞ、先頭の線が1号艇4号艇ピタッと並走、インコース1号艇村田修司、アウトコースは4号艇勝木となって2周1マークの旋回です。インからは1号艇の村高池、4号艇の勝木一旦待って刺していこうとバックへ入るが、壁ができて交代しました。包んだ4号艇勝木、内を迫った3号艇の寺本、インコースから5分の1停止3分の1停止、2番手先行3号艇寺本、3番手の先交代し4号艇の勝木大輔、時計らを通過2マークの先行です。先頭は独走態勢1号艇村田、2番手は3号艇の寺本が来る、ウインを通って4号艇の勝木が接近上観光するが、逆に離した2番手リードは4艇身5艇身と3号艇の寺本優勢、3番手が4号艇勝木、3艇並び1番3番4番となって最終周回です。3周回第3マークの前傾からスイングのバックスイッチ、1号艇村田が先頭、2番手3号艇の寺本キープ、3番手惜しくも4号艇の勝木、上位3艇134となっています。4艇身後方4番手に5号艇中渡り、大きく水が来ました。5番手6号艇の坂本、最後方となって2号艇西村勝です。ラストターンマークの前傾からスイングのホームスイッチ、1号艇の村田が先頭、2番手は3号艇寺本、3番手のポジション4号艇勝木と続いた第10レースの準優勝戦、まもなくゴールです。先頭1番村田ゴール、2着3番の寺本ゴール、4番の勝木ゴール、5番の中渡りゴール、6番の坂本、最後方です2番の西村降臨です。第10レースの